もピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんだけど、ブランコとめちゃくちゃ高いブロックが積み上げられてるだけなんだよね。しかも見てこれ、クリア率 0.00 でまだ誰もクリアしてないんだよね。211回やっててまだ誰もクリアしてないってなかなか難しいと思うんだよね。それでは早速やっていきましょう。クリアできるかわかんないんだけどね。クリアできんかったらごめんね。一発マリオのね、ピオキングの名にかけてクリアしていきますよ。いや、高すぎるでしょ。っていうかめちゃくちゃ高いでしょこれ。まあ普通にジャンプしたら全然いけないよね。っていうことはよ、このブランコをどうにかして上の方までやらなくちゃいけないんじゃないのかな。じゃあ絶対そうでしょ。ちょっと考えていい？ブランコをどんどん勢いつけるしかないね。こういう風に、いや、いける。惜しい。これもう何回かやってればいけるはず。いくよ、いけ、よし、もう一丁、うい、あい。ダメだね、これ意味ないね。あの、ずっと右でさ、こうやってブラブラしてても行ける気配が全くないんだよね。だから違うね、この行き方は。一旦こうして降りてダッシュして行くみたいな、そしたらめっちゃ回転するみたいな、そんなんじゃないのかな。一回やってみるね。めっちゃ右で回ってる時にこう、あ、待って待って、今みたいな生き方じゃないの。想像と全然違ったけど、今みたいな生き方じゃないの。いや、ちょっと今ので行ってみよう。頑張ってみるね。こっからこう。いや、惜しい。あと一マスでしょ。ちょっと見ててね。一人目のクリア者になる時が来るよ。こっからダッシュ。無理くせえ。うわ、めっちゃ難しかったこれ。あ、ごめんなさい、なんかおかしさあれやってたんですけど。ちょっとね、あの、分かりにくかったかもしれないんで簡単に解説しますね。これね、意外と分かれば簡単かもしれない。まずブランコをこうやって、いや違う違うんだって。まずね、こうやってブランコを思いっきし、まあ振れるだけ振るんですよ。左になるべく高くなるようにっていうのかな。そして降りるでしょ。こっからダッシュ大ジャンプみたいな、これをね何回かやってればいける。こう、わかる。はい、それじゃあ次はですね、このコース、チッキングギブズファンパンダイング。このコース、以前ですね、超死に耐久コースをですね作ってくれた方がまた作ってくれまして、このコース名訳すとですね、ピオキングさんは死ぬことによって楽しみを与えている。頭おかしいんじゃねえの。頭おかしい人みたいじゃねえか。じゃあそれじゃあ早速やっていきますか。いや、相当難しいんじゃないかな。前回のより多分パワーアップしてるような気がするんですよね。え、待って、速攻オートスクロール、いや意味わかんない。ちょっと大丈夫、ここにいれば大丈夫だって。なるほど、下に追っとけってか。絶対上行くよね、ここ。絶対騙されるって。じゃあこのまま、うわ、上に行くのか。ここは下と見せかけて上に行くのか。上に行きます。なんか来いよ。それじゃあここ下でよかったね。わざわざ上行かんでよかったね。じゃあこのドア入ります。どんな死に体験が待ち受けてんだろうね。前回のも結構鬼畜だったよ。うわ、ここ下に行っていいの。まあ取るしかないよね。そしてここで大ジャンプ、よし。そんでクリボーを持つのかな。一旦このまま左行ってみる。左なんもないね。一旦クリボーを持ちます。そんでクリボーを持ってこれ左に投げるパターン、いけー、やった。そしてこのドッスンをどうにかして動かさなきゃいけないと思うんだよな。ただドッスンはもう動かきった。ほら、ここでチビになって土管に入る、これが正解でしょ。いや、絶対そうだよね。いや、どっち来た。いやー、危ない、いやー、魚もう笑いしか出ねえよ。まあ初めてもう何十秒ぐらいしか経ってないと思うんですけど、速攻魚言わせます。それじゃあこの土管に入ったらすぐ右に行くパターンじゃないの。金魚避けれるでしょ。すぐ右に行って金魚避けれる、やった。
中間ポイントだね。あ、待って、これピンクコインコース、ピンクコインじゃねえか。うわ、全然気づかんかった。最近ピンクコインコース多くない？じゃあどっから行こう。一番右は最後でいいのか。ラストって書いてるもんね。じゃあここは分かりやすく下から行こうか。こっから行きます。左から順々に行こう。そしてここは何もしない。いや大丈夫なんじゃないの、ここ。まだほら、いやもう引っかかった感じ、ここ。いや絶対そういう感じだね。いや絶対ここ死に耐久でしょ。あ、なるほど、ここにこのカロンが隠されてんのか。これヒップドロップしていけないの、壊れないかな。ヒップドロップ、うわ積んだ感じだね。じゃあ一応このカロンの甲羅持っていこう。そして死に耐久だね、ここ。どういう感じだろう。一旦さ、ここに登る。そう、そんでもう一回上に行く感じ、ここ、こうやって。うわ違うね、ここは針に当たればいいだけか。いや楽勝だよ、一発で行きます。フラグじゃないよ、行きますよ。おい待って、むずいむずいむずい、これ結構ギリギリに設置されてんじゃないの。行きます。あ、うわ当たってんじゃねえか。キノピオそこもう手当たってたよね、今。右手かなんか左手か知んないけど、もう当たってたよね、今。勢いいるなきっと、ここ、こっからこう。キッズ、あの死に耐久何回すればいいんだろう。よし、でここでヒップドロップかまそう。こういう感じでしょ。うん、合ってる合ってる、絶対ここで合ってるんだけど、こっからどうしようかな。え、リンク取って吐くで右に行く、そこで爆弾。いや合ってる、絶対これで合ってる。よしそしてここは爆弾一回置いておこう、下に。こういう感じ。あ、見て、見た見た、今鉄球が壊れました。その状態で下に行く感じでしょ。で P は、 P はここで爆弾投げる感じじゃないの。そこで発動する。いやうますぎでしょ今回拍手せざるを得ないね。そしてここで中間ポイントゲットか。オッケー、それじゃあ次は左から2番目の土管に行きましょう。これ一個一個さ、死に耐久があるって感じでしょ。っていうことは4つもの死に耐久がある感じでしょ。何これ、こんなの初めて見たよ。じゃあ一旦下に行こうか。一旦下に行ってリンク取ります。リンク取ってここでどうする。下に行くべきか、上から行くべきか。上は何もないもんな。一旦ここで爆弾置いておくね。なんか変わらず、これで合ってたんじゃない。ちょっと今回あ終わった、絶対終わった。ここほら見て、すげえ死に耐久出た出た出た。僕の最も苦手とする死に耐久じゃねえか。敵こっち来て、あ頼む、やった多分こっちでいい感じでしょ。あら、こっちじゃないの。何これラッキーラッキー、このコースの穴見つけましたね。今の死に耐久制作者さんミスってる感じでしょ。じゃあここはジャンプするね。こっからジャンプ、オッケー、来た。そんでここ下行ったら絶対ダメなんだよな。なんで右を失敗します。そうで、ここで爆弾を投げる、そういう感じじゃないの。うわ違うのか。じゃあここで爆弾を投げる、そういう感じでしょ。これは大丈夫だよ。こっから右に走っていったらレーンが切り替わると思う。うますぎ待って、こっからじゃあさ、下に行ってドアに入る。いやこれ地味に難しそうだな。いや大丈夫、そんなに難しくないはず。今までの死に耐久に比べたら届いてねえ。あ、そっちでいいパターンね。それじゃここ地味にむずいんだよな。足場かなんかあるんだよ、ほら見て、ほら。だから綺麗にね、雲の上着地しなきゃいけない。よし来た、うまっ、よしよしよし、あと2つだね。そんじゃ次は下の扉の方だね。扉の方行きます。ここはどういう感じ。うわもう引っかかる予感しかしねえ。
ここはさ、オンオフが変わるから、あの音符ブロックの上にすぐ逃げよう。いや、どこ行ってんの。これは左押しっぱにしとけばいいの。左押しっぱするよ。左押しっぱ。いや、どっか行っちゃったぜ。こっちで大丈夫。待って、右戻れないの。うわ、戻れない。左押しっぱもダメなんじゃねえか。この上行ったらまずいパターン。ここ詰むよね絶対。この上、制作者大丈夫、ゆうとさん大丈夫。こっち大丈夫、こっちで合ってんの。え、待って、やべえ、何もできないんじゃないのここ。うわ、ここ絶対やり直しだ。制作者、ここはどうかしてよ。わざと、これわざと揺れてんの。やり直そう。それじゃあ戻ってきたんですけど、ここは左押しっぱしたらダメだったね。なんで何もしない、今度は何もしない、それで合ってる。やったね。いや、ちょっと左の死に体験ちょっと行ってみたいよね。いや、絶対どうせね、行くと思う。あそこね、なんか強制的にね、後で行かされそうなんで、今回はこのまま上に行きます。いや、大丈夫。うわ、右下か左上か、どっち行く。左上行こうかな。こっち行きます。上、この上登っていいパターンから。キノコ、待って、キノコ、やった。甘いな。いや、やべえ、ミスった。私のミスでした。取ったらいけないパターンだね。これはどういう新耐久。この上に登ってオンオフをする感じかな。え、待って、これわからんくない、どういうことこれ。あ、オンオフなったね。たまたま一発でいけたみたいな。超運がいいね。これ新耐久さ、いろいろあるんだね。じゃあ左の新耐久は1個しかないってこと。ちょっと行ってみていい。こっちでめっちゃ楽しそうなんだよな。こうするでしょ。そしてあの亀の甲羅が来る感じでしょ。あ、こういう感じで、分かった分かった、亀の甲羅を自分のところまでやるみたいな、そういう感じでしょ。うわ、むずけえこれ。ほっ、うわ、楽しい、こういうの。こういうのなんかゲームセンターでなかった、あの10円玉とかこんなんするやつ。わかるかな。ちょっとマジ集中するね。はいはいはい、やったぜ。もう一回左上リベンジしてみよっか。で、 USA キノコは取らなくていい、そんな感じでしょ。だからこのまんま右に行ってみよう。そしたらドッスンがいる、ドッスンがいる、大丈夫、これ右に行きます。もうここ、これむずいよ、この死に耐久はむずいよ。これさ、見た目めっちゃ地味だけど、めっちゃ地味だけど、これ絶対むずいやつだよ。はい、よし、あと1回だね。はい、やった。これ僕じゃなかったらあれだね、あれ。じゃあここは USA キノコ取っていく、そんな感じじゃないの。なんで。まためんどくせえパターンや。あ、これさ、USA キノコ取ったらめっちゃ楽。ほら、あれ、これやばいやつ、これやばいやつじゃないの。 USA キノコ取ったらさ、針に当たれないんだけど。で、これ制作者、ここも穴が見つけました。ここ右、ほら、当たれないんだよね。やり直しですかこれ。またやり直しなんですか。いや、いけるはず、絶対いける、そんなことないよね。はい。ここで下走って、下、うわ、惜しい、あとちょっとじゃなかった。何この死体球、走って下って死体球、何よこんなの。今までで一番しんどいかもしんない。っていうか、これは可能なのかな。なんでここはさ、何もしないで左を失敗しとこう。左を失敗する、そして右、オッケー。そんでピッコインを取っていいんですかね、あれ。取っていい、大丈夫、取って左を失敗しとくよ、大丈夫。いや、これでいったよきっと。やった。ありがてえ、あと1個でしょ。よしよしよし。さて、ラストのドア入っていきましょう。ここがラストだね今回。コインコインタイム。いや、ちょっと待って、どういう意味ですか、コインコインコインっていう感じですか。え、なにここ。これはコインコインをしてくれってか、そういう感じでしょ。じゃあお望み通りしてあげようじゃないですか、上のブロックで。ここでコインコインをしてあげましょう。いくよみんな、準備はいいですか、せーの、コインコイン。おー、1個忘れるよ。
一個は違うでしょ。もうなんか空気読んでよちょっとは。じゃあここでしようね。ここだったらもう大丈夫。カイン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 。やべ、ちょっと声枯れてきてる。あ、なるほど。どっかでファイヤーボールを倒せや、倒せじゃねえや、探せ的な感じか。そういうことだね。だいたいこういう時は一番上にあるのがお決まりなんだよな。ちょっと待ってね、一番上まで行くから。はい、よし。でここにあるのが鉄則。あ、違うんだ。なるほど、そこにあるか。でこのファイヤーを取って、チャッカマンの時代だね。いや、チャッカマン分かってるね。さすがファンの方だね。それじゃあここも行きます。チャッカマン、俺はチャッカチャッカチャッカ。最近超チャッカ。あれ、何これ。え、こっち違うんですかねえ、こっち違うんですか。チャッカマンとコインコインさせておいて、そりゃないぜ。待って、テレサ、ここはシャイニングスターの出番って感じですかね。しょうがねえな。早くやらないよって話だよね。あ、でもなんかいるよ、右ここ、なんかある、ほら。うわー、騙された。そういうことか。いや、楽しかったよ。さて、ここはサンキュー。なるほど、これで終わりですか。どうもありがとうございます。っていうことじゃないよね、絶対最後なんかあるよね。最後絶対なんか仕掛けてくるよね。ほら。絶対なんか来ると思った。え、今のどうやって回避すればいいの。ここは、うわ、死に耐久癖。一回チビになっていこう。あ、チビになって右下行く。いや、こっちで正解であって。うわ、正解じゃねえ。なんだこのワルツは。どうやってやられないのよ。あ、これ僕得意かもしんない。ちょっと見ててね、マジでこれ得意かもしんない。ほっ、はいはい。無理、ちょっと待って、これむずい。なるほど、一番上でジャンプして、あの左の方の針の方に行けって感じたね。はい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 。いや、もうちょっとなんだけどな。いや、これだったらさっきの一発マリオの方が難しいって。いや違う、こっちの方が難しいって。やった。え、ゴールじゃねえか。おい。そりゃナイス。うわ、めっちゃ頑張ってゴールしたと思ったんだけどな。いや、ちょっと待って、鍵とか大丈夫ですか。え、嘘、鍵ないパターン。え、また鍵集める感じですか、ここ。それじゃあ集めてまいりました。また集めてきました。これでいいんでしょ。うわ、またこれをしなくちゃいけないのか。これほんと難しいんだよ。下のこのブロックだったっけ、壊れるからね。すぐ左に行こう。うわ、怖え。ここ走っててジャンプしてみようか。ジャンプ、うわ、惜しい。え、また最初からやり直しじゃないのこれ。やり直しじゃねえか。今度こそ、今度こそ、今度こそ。次こそ行きます。ブロックがあるじゃん、下に壊れる、あれが右から2つ目ぐらいのところでジャンプすればゴールできるはず。これやった。いや、これほんと難しかった。相当かかりましたね、時間が。やっぱ C 耐久にかかる時間とか、コイン、あのピンクコインの取り直しとかでね、めちゃくちゃ時間かかりました。ただ罠さえ分かってるとね、あのピンクコインをね、めちゃくちゃ集めやすいんでね、みんなもですね、このコースすることは進めません。死に耐久がきつすぎるんで、普通の人だったらね、断念するかもしんない。ということで、コース提供ありがとうございました。これ上行ったらどうなるんだろうね。上行ってもいいってことじゃないの。はい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 、うまい。なんで。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。